お久しぶりでもないんですよね。いやほら前の 1,2,3,4 のシリーズがですね、もうそもそも毎週配信とかいうのが大嘘だったので、なんかもうその流れぐらいの勢いで今回は番外編でございます。はい、ありがとうございます。番外編を撮るってなったのがこんなんですけど、こんななんですけど、一応ですね、ちゃんとこれを愛聴してくださる方がなんといらっしゃったんですよ。しかも複数名。なので、そう、YouTube、このうちのうさぎ団電脳部をちょいちょい見ていただいている方はわかるかもしれませんが、再生回数がですね、ちゃんと地味に増え続けてるんですね。だから、引き続きで皆さんちゃんと見てくださってるんだなと。で、皆様ご存知の緊急事態宣言ってやつがですね、まあ伸びまして、うちとしてもまあ今は毎年ね、年間計画でうさぎ団は大体1月2月は比較的こう入れようと思わなければ、入れないでいようと思えば、予定を入れずに入れられる、割とこう珍しい時期なので、まあここで無理に活動することもないだろうと思い、今言ってることで逆転してますね。なのになんでやってるんだっていうと、配信はそういうところをいろいろね、考慮しながら作ることができるわけですよ。まあ作品作り、まあこれは作品というよりはまあなんか番組に近いんですけど、作ることができるので、まあせっかくね、これから先が自分の知識がない部分に入るとこだったので、先を聞きたかったなっていう声であったりとか、あと、これを書いている山崎純正さんが、組織したですね、義経夢の会の会員さんたちが、よかったですね、12回シリーズとかでやんないんですかとかいうね、そういう感想をくださったりということで、今回は番外編を読んでみようと思います。じゃあ、前回がどこで終わったんだったかな。今回は平泉が陥落する。まさにそこの部分を読みたいと思います。義経記によれば、文治5年1189年6月26日安平は頼朝の歓喜をなだめ、かつ藤原氏存続の切り札として義経派の弟忠平を誅殺したと前章で述べた。これが事実であれば、安平にとってはまさに苦渋の決断であったに違いないが、ちょうどその頃、朝廷では、すでに義経が討たれた以上、奥州追討はやめるべきだと頼朝に勧告している。しかし頼朝は、それを無視するかのように、再度、奥州並びに安平追討の命を請うているのである。それどころか、頼朝が島津忠久に送った下し文命令書によると、文治5年1189年2月9日付で島津省の家来を連れて7月10日までに鎌倉に参上するよう命じている。さらに6月24日には奥州出兵のための旗の作成を千葉常胤に命じ、6月27日にはすでに1000の軍勢が鎌倉に集結したと史書に記されている。そして7月18日北陸曲がりの軍が出立し、翌19日頼朝の中央軍が出立している。忠平の成敗というような標準策は全くもって無駄だったことになる。ちなみに安平追討の戦時は頼朝軍が鎌倉を出発する7月19日付で発せられ、奥州制圧が終わった9月9日に見え見えの追認の形で頼朝のもとに届けられている。安平は結果として自分で自分の首を絞めたことになる。頼朝自身もこの企てがこんなにうまく運ぶとは思っていなかったのかもしれない。義経の首を差し出したし、弟たちも撃ったことにしているのだから、鎌倉殿の怒りも静まるだろう。よもや攻めてくることもあるまいと鷹をくくっていたのだろうか。まるで
大義名分を重んじる頼朝のことだ。いくらなんでも攻める口実を見出せないだろうと考え、あぐらをかいてしまったように見える。これが全て史実としたら、安平は実に能天気な人物と思われる。だが筆者は前述した通り、その裏を書いていたと確信しているのである。頼朝の狙いは当初から奥州攻めにあった。これまで述べたように、義経もいない、体制も整っていない奥州藤原氏を攻め滅ぼすのは今を置いて他にないと早くから決断していたのは確かである。頼朝が正式に朝廷に安平追討を願い出たのは文治5年1189年6月25日であるが、朝廷からの宣旨も待たずに7月18日19日と軍を出立させている。召集と組織編成に費やす時間を考えると、この出発日は超最速記録と言わねばならない。頼朝は相当焦っていたように見える。しかしこれは表向きのことである。仮にこの日から召集をかけても7月19日の出発に間に合うわけがない。当然頼朝は勅を請う前から兵を召集し、奥州壊滅の規定方針に沿って準備を進めていたのである。吾妻鏡によると、頼朝軍は北上数日で加勢の軍勢が次第に増え、最終的には総勢28万4千騎に上ったとある。正史では頼朝軍の出立時の手勢は1千騎だったとしているが、この数字は召集に応じた武将と照らし合わせると実に不自然である。出発時でもかなりの数だったと推定される。鎌倉軍は2手に分かれて進軍、千葉常胤、八田智家らの指揮する軍勢、東海道軍は太平洋岸を、比企能員、宇佐美実政らの率いる軍勢、北陸道軍は越後から日本海側を行軍して出羽へ、そして中央軍、東山道軍は頼朝と畠山重忠が率いて内陸部を進軍した。その行軍は驚異的なスピードで進んでいる。通常軍隊の行程は古代よりおおよそ定まっており、1日20キロである。だがこの大軍なら通常1日10キロ、条件が良くてせいぜい15キロだろう。500キロの距離なら50日かかってもおかしくないはずだが、先陣が平泉に着いたのがなんと19日後の8月7日。頼朝自身は8月22日に到着している。途中各所で戦闘もあったことを考えると、小休憩もそこそこに目いっぱい行軍し続けたのがわかる。まるでそれは定められた日までに物事を成し遂げねばならないかのごとくであった。こうしてかねてからの野望を果たすために出陣した鎌倉軍は平泉を目指し、驚くべき速さで進軍を続けた。二手に分かれた鎌倉軍のうち、頼朝の率いる中央軍、東山道軍の進軍状況を調べてみると、7月25日、下野国小田橋に宿営し、8月7日、福島県伊達郡厚かし山の国見に達した。その兵力は2万5000ほどと言われる。一方、それをある程度予測していた奥州勢は、厚かし山の中腹から阿武隈川の河畔まで、城柵と二重堀などで 3.5 キロにも及ぶ長大強固な防塁を築き、錦戸太郎国平を総大将に、金剛別当秀綱親子以下2万の軍兵を配して待ち構えていた。東洋の安平はさらに北の国部ヶ原、無知立て、現仙台市に陣を張り、その背後の栗原、美佐子、
黒岩口一之部にも有力武将を配置し、出羽方面の警護には田川の太郎幸文、秋田の三郎宗文を差し向けるなど、まさに万全の体制を組んでいたのである。本格的な戦いは8月8日に始まり、両者の攻防を互いに譲らずという状態がしばらく続くかに見えた。ところが戦の巧みな鎌倉軍は主力同士の正面攻撃に臨むと見せかけながら、一方で堀を埋め国平軍の背後に回り込むなどの作戦を展開したのである。この時鎌倉軍の畠山重忠は妊婦80人を含む1000人の工兵隊を組織し、防塁の要である幅5丈といわれる堀をなんと一昼夜で埋めたという。この重忠の功績を吾妻鏡は資料すでに神に通ずるかと称賛している。ために奥州軍は今日疲れ、予想外の速さで崩れ去ることになる。それでも金剛別当秀綱の率いる奥州軍精鋭数千騎が、頼朝軍に畠山次郎重忠、小山七郎朝光、加藤次郎景門、工藤小次郎幸光、道三郎助光らを相手に大奮戦したとある。しかし次々に襲いかかる大軍に攻しきれず敗走し、早々と大将の国平に敗北報告をする羽目になる。初戦を制した頼朝軍は勢いづき、その後怒涛の進撃を続けることになるのである。奥州軍の忍ぶの佐藤庄司元春、秀平の重臣嗣信忠信の父は、川部太郎高綱、伊賀亀七郎高重らと共に石名坂に陣取り、伊達市の祖となる日立入道年在の子息、日立の家者為宗、道次郎為重、道三郎助綱、道四郎為家らを相手に決死の戦いを挑んだが、主力の武将のことごとくが討ち取られ、大将級18人が厚かし山に首をさらされることになる。頼朝軍は手を緩めず、9日には奥六軍第一の号の者と言われた友の東八を工藤幸光が倒し、10日には金剛別当秀綱春母太郎秀方伏見を討ち、11日に宮城県柴田郡大高宮で秀平の上司である豪将国平を仕留めた。金剛別当佐々木秀綱秀方伏見はもともと源氏につながる佐々木秀吉の血縁であるが、奥州勢の有力武将として参戦した。頼朝軍は8月12日夜に鷹の国府に到着し、ここで八田智家、千葉常胤らの東海道軍と合流した。そして宮城県蔵王町で真賀の東八、赤田の次郎を捕らえ、13日に福島県境で川田太郎幸文、秋田三郎宗文を討ち取ったほか、数日間で安平の老中 4,50 人を討ち取り、あるいは生け捕りにし、戦の体制は決した。はい、ということでですね、なんつか番組の途中ですが、ちょっとね、自分が読んでたところ、今まで読んだところと、あとこの先読むところからちょっと気になる部分を喋ってみようコーナーでの3人分差し挟もうと思います。はい、まあ、3人分次々来ると思うんですけど、じゃあ1番斉藤からいきますとですね、私は出身仙台なんですよ。そう、仙台出身で、まあ、私が住んでたところは若林区の、なんて言えばいいの、6号っていうところが小学校中学校そこで、まあ、高校までそこにいて、あとは仙台市の中点々として八木山周辺とかねにいたんですけども、まあ、なんだかんだこう東北出身なもんですから、
こう知ってる地名ちょいちょい出てくるわけですよ。岩出山とかね、あと今回じゃないの、前回だったかな、例えば神成とか何でもいいんですけど、ああいう、まあ、菅生は出てこないけど、なんかそういうちょっと読みにくい、ね、鹿間とかね、いや出てこないけど、はい、あのそういう読みにくい地名なんかもまあ一応全部読める感じなんですよ、はい。ただ自分がね読んだ、私すごいドキンガンなんですけど、あの自分が読んだところの現仙台市、これね、無知立て、無知はもう無知ですよ、あのこの無知に盾ですからね、盾、この盾ですからね、無知で盾ですからね、すごい地名なんですけど、これは今はこの地名多分ないですね。これ私初めて見ました、無知立て。国分ヶ原はまああるんですよ、あるっていうかね、今の仙台市宮城野区に相当するらしいですね。宮城野区のあの辺、国分ヶ原っていう、まあ宮城野区は、まあ、地元民なら知ってるんですけど、割とこう平地なんですよ。な、宮城野で野ですからね、野ってついてて山ってことはないですよね。そうなので宮城野区はこう本当に平地で、まあ今だったらやっぱり田んぼは多いかな。あとまああそこ仙台駅の東側、昔は東側裏側とか呼ばれてて全然開発されてなかったんですけど、今もね西も東も開発されて、でもよくあの絵はがきでもいいしテレビでもいいけどドーンって出てくる、あれは西側、西口なんですけど、反対側の東側、東口がすぐにもう宮城の区で、あの全部西側の開けてる方は青葉区なんですけど、でそれずっと行くとね、まずあれですよ、あの楽天のホームスタジアムがあるわけですよ。でさらにずっと行くと、これかなりずっと行くんですけど、そうすると自衛隊の駐屯地とかあるんですよね、新潟県駐屯地とか、あの辺が宮城の区で、おそらく国分ヶ原っちゅうのは、まあ、あの辺のことなんやろうなと思いながら読んだりしてました、はい。ね、そう、それを言ったら上の上じゃない後ろの方に私読んだところで、あの陣ヶ丘の話が出てきます。この陣ヶ丘とか紫波町とか、この辺がこの紫波町ポイント高いですよ。紫波町いいですか、作者の山崎純正さんの住んでるところは紫波町なんですよ。だから義経夢の会の本拠地は紫波町ですね。そう、紫波町に陣ヶ丘公園がなかったらこの本書かれてないんですよ、はい。多分今回編集中に陣ヶ丘公園の映像どっかで出すと思うんで、つかなんなら初回に確か陣ヶ丘公園の陣ヶ丘公園って書いてある画像を多分使ったんですよね、第1話、もう100回超えの、再生回数を誇る第1話、はいですね。なのでそういうゆかりの地名がいろいろ出てきて私面白かったなって思ったのと、あとちょっと自分でこれは調べてほうと思ったのが、畠山重忠君の働きですね。あの俺は一ノ谷の、俺ってあの義経です、すいません、あの初回見た人には分かります義経です、はい、の、あの俺が一ノ谷の合戦でこう兵士の頭の上からわーって落ちていくわけですけど、逆落としですね。その時に、畠山重忠も一緒にいまして、で重忠は馬がねこうブルってるのみたいなの分かったやつで馬を担いで足で降りてったっていう、まあ、逸話が残ってるんですが、ちなみにあれおそらく嘘なんですけど、なんなら畠山は一ノ谷は参加してなかったんじゃないかって話があの読むとね出てきます。義経復帰校伝説に載ってるんです。まあ残念ながらちょっと品切れ中なんですけど、多分第2巻が出たら重版されるんじゃないのかなと思ってるんですけどね、純正さん、はい。でその畠山重忠くんがですね、堀埋めたと。でね、幅5畳って書いてたと思うんですけど、じゃあ1畳はどれくらいでしょう、プップルー、3メートルです、約、はい。だから5畳だと幅15メーターの堀ってことになってくるんですよ。これね、いや15メーターってすごいよ、25メータープールの半分よりは広いってことですからね、の堀を一昼夜で埋めた、そりゃも神仏に通じてるって言われるわ。まあ畠山君はね実にあの優秀な武将でありましたので、俺も重く用いたりもしてたんですけどね、まああいつはなんだかんだ兄上にもこううまく取り入ってというか、まあ取り入ってないの、いいやつだからね、兄上も気に入っちゃったんですよね。で畠山はまあ俺が死んだ後もちょい結構ね鎌倉幕府のねいいところで働いたりしてるんですけど、まあそんな豆知識を、私斉藤は気になったところを語りました。はい、フリートークのコーナーだそうです。です、はい、しゃべり出しそういう感じ、はい。で、あの読んだところで印象が強いところということで今回は話しさせていただきますと、
ファンの安平の子さんというところ、やっぱ奥州平泉の方のお話が、ちっちゃい頃にあの NHK の大河ドラマの穂村達というのを、まあ、地元、実家がちょっとあの、まあ、大河ドラマを毎晩家族で見る家庭だったのもあるんですけど、結構見てたりとかしてて、その時の印象がなんとなく、こう、義経を首を差し出したりとか、そういうところの話になった時に、うわー、この人バカだな、絶対に責められて死ぬよねみたいなことを思いながら見てた印象が強いんですよね。まあ実際そうなりますよね、そりゃっていう、あの責める側がまずこうやってこうすれば助けてやろうとかっていろいろな映画とかドラマとかいろんなもので出てくるけど、こうすれば助けてやろうって言った責める側って見たことないですよね。お前その全財産くれたら見逃してやるって言って全財産くれたけど結局殺されるみたいな、普通そうじゃないって思うわけですよ。で、ああ、うん、あ、言われる通りに、ああ、そりゃあね、責められますよねっていう昔の印象がすごくあって、なのでちょっと残念な人だったんだって勝手に印象を持ってしまうっていう、すごいファンに怒られるやつです。はい、ハスゲンです。まあ、ねえ、で、実際後ろの方とかでもそうですけど、やっぱり、まあ、義経はすごいこう戦の天才という話で通ってるわけですけど、後ろの方で出てくる頼朝とかみんこう後ろで、あ、こんなに早く来ちゃうのっていう話が出てるってことは、あ、やっぱ鎌倉軍の方は全然強かったのかなって勝手に思ってしまうという印象があったりします、ね。でもいい場所なんですけどね、奥州平泉もすごい、ね、山とかもすごい多いし囲まれてるしって考えると攻めづらい場所ですよねとか、ね、あの三国志とかで言ったらだってもう、え、これ天然のこう関所じゃないですかみたいな、こんなところをすぐ攻められるんです、攻めることができるんですかみたいな、昔の史実とか、そう三国志だったら絶対わ、こんなことできちゃう、この人はすごい天才軍師か英傑英雄だみたいなことを言われるような場所ですよねっていう印象が勝手にあります。はい、そんなわけでした、わけでした。フリートークだからというので、すごいなんかふわっとした感じになってるんですけど、まあ要はね、他のやり方あったんじゃない、安平さんっていうのが勝手な印象です。フリートークの時間でした。うさぎ団の初山ほのかです。まあ自分が読んだところで気になる思い出深いエピソードってことなんですけど、まあちょっと私今回すごい名前が多くて、私あの歴史好きなんですけど村があるんですよ。で、鎌倉時代って歴史じゃなくて、あの国語の時間に平家物語を読んで、そこの抜粋に載ってなかったところは知らないっていう状態で今回義経復帰行伝説を読ませていただいてるんで、まあ、やっぱりメジャーなところはやはりあのうさぎ団の危機域でも取り上げてた義経がね、戦果を上げていく、頼朝と仲良かったかっていうか一緒に戦ってた平家討伐のあたりじゃないですか。この人仲間じゃなかったっけみたいな、誰と戦ってんだっけみたいなことになりながら文章を読んでたんですけど、宮城県の蔵王で2人奥州軍の人が捕まるんですね。もうこの言い回しのたどかしとしさで、なんか高等っていう勾玉のままに当たるっていう字の役職があるんですよ。これはちゃんと調べたんですけど、役職があるから高等の八って書いてあって、赤田の次郎って書いてあるから、なんかこの八ってなんて読むんだろうと思ってずっと高等八つとか言ってたんですけど、分からなすぎて全部つなげて調べたら、
マグロの頭髪さんっていう人の名前だったっていう本当にびっくりしました。これ結構今回のトップでびっくりしたエピソードなんですけど、あとその次のパートは私今度宝物の名前をね、すごいなんか平泉にもう攻め込まれた時にもう自分たちで焼き払ってしまって廃墟になってたっていうエピソードを読むんですけれども、そこで焼け残っていた蔵の中から出てくる宝物の名前を列挙して読んでるんですが、まあ本当豪華なものがたくさん入ってたんだなってのが分かるんですけど、金作りの鶴っていうのが出てくるんですよ。まあ分かるじゃないですか、めでたいから鶴でも銀作りの猫が出てくるなんかいや亀じゃないんだなって個人的に思いながら読んでたんですけど、でも猫好きだからなんかね、言われがあるんですかね、猫を誰か知ってる方がいたら教えてほしいんですけどはい、なんか、そう、なんか本当物の名前と人の名前が多かったんで、それに逐一びっくりしながら今回読んでましたはい、今回私は以上ですね。はい、でも楽しかったです。いろいろ読みながら、え、こんなことあるんだって相変わらず最後まで楽しみながら読めました。残りお楽しみください。鎌倉軍は8月20日午前6時には宮城県の玉造郡岩出山に進み、ここでも安平の老中たちが次々に投降し、21日は強い風であったが押して進軍し、頼朝自身は8月22日午後4時、そぼ降る雨の中、ついに平泉入りを果たした。わずか30日そこそこ、当時の常識では考えられない速さであった。25日には奥州最高の参謀役であった民部の章勇元就を投降させた。9月に入って3日目、国平の嫡子時平を討ち取り、本陣を平泉の北70キロにある紫波町の陣ヶ丘に移した。6日、その陣ヶ丘に家臣に殺された安平の首級なるものが届けられたが、届けた河田の次郎とその老中を主君を裏切ったのは許せないと斬首した。さらに7日に安平の重臣由利八郎惟平を生け捕りにした。11日、陣ヶ丘からさらに20キロ北に位置し、源氏にとってゆかりの地である盛岡の栗谷川の柵に最後の陣を構えた。17日、その栗谷川の柵に蹄俊平入道とその子諸平、兼平、忠平、さらに俊平の弟の末平とその子常平の一族6人と老頭が降伏してきた。そして9月18日、秀平の四男高平が投降することで奥州藤原勢は壊滅し、奥州合戦は完全に終結したのである。文治5年1189年8月22日猿の時、午後4時ごろ、頼朝が平泉入りした時、戦うべき相手はすでに姿を消し、まさにそこはもぬけの殻であった。吾妻鏡には主すでに蓄電し、家はまた煙とかす、数丁の円辺、弱幕として人なしと、その情景を表現している。負けを覚悟した安平に命じられた配下の手によって平泉の館は火を放たれ、すでに辺りほとんどが廃墟と化していたというのである。政務の施設の中ではただ一つ、平泉館の羊猿南西の角にある倉庫だけが焼け残っていた。頼朝は笠井清重、小栗重成らに命じて開けさせ、中の宝物を先行ある者に恩賞として授けたとある。
蔵の中には人工唐木の樹脂が数客あり、その中に牛玉、西玉、角牙の笛、水牛の角、コンロリの尺、金の靴、水晶の玉板、金の毛満、食香錦のひたたれ、片びら、金作りの鶴、銀作りの猫、瑠璃の灯籠、その他多数の財宝が満ち溢れていたという。これらの品々は国内のみならず、国外からも豊富な金と交換で集められたものと思われる。従来の説に従えば、安平にとってこの戦いは全てが誤算だらけだったとしている。鎌倉軍進発の情報をいち早く聞きつけ、主力の国平隊2万の精鋭が最前線基地である飛鳥市、福島県の県類を死守すべく急遽駆けつけた。にもかかわらず、その迎撃体制が整う糸間もあらばこそ、怒涛のごとき軍勢が信じられない速さで押し寄せてきた。当初の作戦から言えば、多少劣勢であっても鎌倉勢が平泉に到達するまでにいろいろな手を打つことができると読んでいたが、予想を超える軍勢と予想を超えるスピードに総崩れとなった奥州勢は、反撃どころか次々にパニック状態で敗走するしか術がなかった。戦いが始まって数日のうちに安平が藤原氏の運命ここに尽きたり、そう覚悟したとしても不思議ではないと説いている。果たしてそれは事実だったのだろうか。頼朝軍が平泉に達するまでに迎え撃った藤原一族の多くが戦死し、兵士下人の屍は累々と山を築いたとは義経記の下りであるが、しかし奥州軍が戦死者を多く出したのは飛鳥山の戦いだけで、他の合戦場ではほとんど死者は出ていない。平泉に至っては、頼朝が平泉入りした時は武者も住人も誰一人いないというありさまで、合戦をあえて避けようという強い意志が働いていたと見るべきだろう。おそらく安平は家臣、従者、住民ことごとくに触れを発し、それぞれの領地に帰るよう伝えたのだろう。町屋の住民には、敬類ある者はそこを頼りとせよ、当てのない者は御所が割り振ると言って事前に手を打っていたと想像するのである。藤原三代が願い続けてきた奥州の平和を自分の代も貫きたい、自分の代で崩壊させたくないという強い思いがあったのだろう。皆が生き延びてくれさえすれば、形として奥州がなくなっても再興はできる。大事なのは形ではない、奥州の平和と文化を愛する心である。この心さえ失わなければ奥州は決して滅びはしない。だから一人でも多くの人間が生き延びてほしい、戦いで死んではならぬと安平は兄弟家臣たちにあらかじめ言い含めていたのだろうと想像する。安平に残された思いは、父祖の栄華を頼朝のごとき覇者にみすみす踏みにじられたくないという一心だったかもしれない。いやー、番外編でしたね。番外でしたよ。はい、まあこうなんかね、リレー形式でやらないっていう新鮮さ突然飛ぶっていうそうね、もうあの自分のところを読みます、であと編集でつないでとかやってますので、はい、まあ今3人揃ったのも時間差で来たりもしてたんで、今は3人揃ってますけど、まあそんなね、そうですね、まあでも今回義経は出てきませんでした。首を差し出せって言われてました、ね、もぬけの感じもう、平泉勢しか出てきてないっていうね、あとまあ頼朝方はちょっといたんですけど、はい、なんだあの
私ね、さっきね、ホムレタツの話をしてたじゃないですか。はい。関係ないかもしれないんですけど、編集するときにですね、画像を出しますよね。あれはやっぱりネットでこう打ち込んで検索して画像を拾ってくるんですけど、で、乙女芸系って分かる人ですか？多少は。いや、何がびっくりしたって、はいはい、安平とか影時がイケメンで出てくる。はい。あの辺のメンバーがですね、なんかこう、その主人公女の乙女芸だからね、の攻略ルートの中にいるわけですよ。ああ、はいはい。攻略してる。ね、まあ、安平はまだわかる。影時しかも絵が年齢無視。あはい、あいやーすごいですね、織田信長とかで検索するといろんな信長が出てくるんで、一回試してみてください。あ、はい、試してみましょう。やったことある？ないです。織田の長さんは女子もいるんじゃない？そうなの、そうなの、ありとあらゆる信長が出てくるんだけど女子率高いのね、まあ、カンコレとかもありますから、今もう山手線とかで入れてもこうイケメンが出てくる時代じゃないですか。はい、あ、そうだ、はい、戦国乙女だって全員戦国武将が全て女子ですか？あ、そう、乙女だからね、はい、あ、そういう信長がすごいちょっとヤンキーかっていうようないかついカットの感じのお姉ちゃんとかあったりとかっていうゲーム聞いていい？はい、それ女性キャラは男になっちゃうの？女性キャラとは、例えば春日のつぼねとかさ、女性キャラというものの存在を見かけたことがない。義経は出てくるけど静かは出ない。ちなみに戦国乙女は8層なの見てるんです。あ、そうなんだ。全員戦国武将が上杉謙信とかの全てが女性キャラです。じゃあ別に歴史ものをちゃんとやるわけじゃないから、尼将軍政子とかああいう重要人物も必要ないんだ、パチスロ的に。え、そうです。女の武将たちがみんなで妖怪で戦うっていう名前。赤門なんか実は関係ないけど、あれっていう感じのものがたくさんいます。そういう感じですね。はい、世の中戦国武将とか歴史上の偉人の皆さんっていうのは非常にこう人気があるので、いろんなところで名前だけ使われちゃってますけど、うちは後半にやってますですね。義経ご祈祷伝説、また何かありましたら読むかもしれませんが、とりあえずこれの義経夢の会というこの本出してるね、山崎さんがやってる団体が母体になってるわけですけど、うさぎ団の団体会員として、参加というか会員になってるわけですが、なんだかいつの間にやらうさぎ団というか、ここが、関東支部というものに昇格というか、もはや関東支部で、私関東支部長に任命されましたんで、何やるったでも何かっていうと、こういうね動画とかで入りたかったら連絡くださいっていう担当です。はい、入りたかったら連絡くださーい。うさぎ団で検索すれば私 の, メールアドレスは出てきまーす。オープン、そういうルートもうどういうルートでもいいんです。で、この撮影場所になっているここうさぎ亭が支部の本部、支部本部違う、支部のなんていうの、事務所みたいな。そう、支部の事務所ですそれです。なので皆さんも一緒に読みましょうみたいな感じで、今回番外編は終了しようかと思います。はい、人と今日はね、よくこの隅っこにいる柳町龍くんとかね、この辺に立ってる佐藤舞ちゃんは今日はちょっとスケジュールの都合で参加しておりませんが、3人でお送りいたしました、はい、です。最後までありがとうございました。